はい、こんにちは、まめと申します。デスゲーム実況プレイ続きやっていきたいと思います。で、ここですね、ボタンを押すところなんですけど、コメントでいただいたのが、ボタンを押した後に、はい、あっちじゃなくてこの下に行くようですね。これこっちに行くようです。はい、そして、痛い、ちょっと、待ってるんだよね、食らったよ。待って、なんだ、突然壁からガスが出てきたぞ。なにちょっとシンジ、どうなってんの。シンジは仲間の症状を調べた。こんな症状本には載ってないぞ。それに見たこともない。すまない、俺にも分からない。ちょっと、待って、どうすんのこれ。待って、いけない。ちょっと、待って、痛い。ちょっと待って、何が起こったの。いいの、合ってるの。あ、間違えた、始める場所間違えた。はい、戻ってきました。では、これ下に行って、上に行ったらいいのかな。待って、ここ、待って、どこに行っても出るんじゃん。こうなるから、じゃあ上に行ったらいいのかな。お、突っ走るよ。こっ、痛い。これが開くとか。開かない。こっちは？嘘でしょ。みんな。誰？おじさん誰？あ、よかった。ゲームオーバーじゃない。どこに何も入ってない。なんかとりあえず、よかった。やっと目が覚めたか。体の具合はどうか。どうだ。だいぶすっきりしている。そうか、安心したよ。どうして、シンジ。あ、まあいいや。シンジが通してくれないなら、他のところ。いろんな薬品が並んでいる。何に使うのかよくわからないな。はい。お医者さんなの？難しそうな本がたくさんある。特に変わったところはない。お料理しっぱなし。あ、よし、シンジがまた当選簿するかと思った。まさきくんも目が覚めたし、これで全員無事だ。よかった、やっと目が覚めたんだな。あまり無理するなよ。おじさん誰、ところで。タクヤと似てない。タクヤの親戚ですか。お、やっと目が覚めたな。体の具合はどうだい。君は3日も寝ていたんで。マジですか。3日も寝てたんですか。そういえば自己紹介がまだだったね。私の名前はロレンス。この研究室で実験を行っている科学者だ。俺はマサキと言います。この俺を含めみんなの手当てをしてくれたのはロレンスさんですか。そうだよ。外傷もひどかったし、毒にも侵されていた。君たち4人が私の研究室の前で倒れていた時は本当にびっくりした。発見がもう少し遅れていたら大変なことになっていたよ。ありがとうございます。ところでロレンスさんはなぜこの屋敷にいるんですか。それはマサキ君だけでなく、みんなで揃って話そう。せっかく助かったんだ。他のみんなとも話がしたいだろう。準備ができたら僕に声をかけてくれ。いや、もうみんなに話したからね。かけたんだよ。待って、変わってる？変わってない。ということで、おじさん、はい。まずは君たちがなぜここにいるのか教えてもらえないか。とてもデスゲームに耐えられそうなメンバーや年齢には見えないしな。俺たちは心霊スポットのつもりでこの屋敷内を探索しようと訪れました。まさか10年以上も前に噂になったデスゲームが今もなお行われているとは思ってなかったんです。長い年月が経ち、このゲームは誰かの手によって終了していた。俺たちはそう思っていたんです。今の、世代の若者の間でこの屋敷はデスゲームで命を落とした者の霊が出るという心霊スポットとして有名になっているんです。館内をある程度探索したら帰ろうと思っていたんですが、閉じ込められてしまったんです。なるほどな。君たちのことはよくわかった。残念なことにデスゲームはまだ続いているんだよ。しかしよくこの休館まで生きて残れたものだな。
4人で力を合わせてなんとかここまでたどり着くことができました。しかし休館に入ってすぐ倒れてしまい、ロレンスさんに助けてもらいました。あのロレンスさんはなぜここにいるんですか？この屋敷は4人の参加者以外入れないって聞いたんですが。それは僕がデスゲームの唯一の生還者だからだよ。なぜ唯一なのかは生還すればわかることだが、一度脱出した者は出入りが自由になるんだよ。それじゃあ俺たちもその方法で脱出できるんですか？残念ながらそれは無理なんだ。この屋敷を出るには複数ある出口を共存する鍵を4人分手に入れる必要がある。そしてその鍵を指紋と照合し、個人用の鍵として登録する必要があるんだ。ちなみに出口は白い扉のドアがそうだ。あー、何個かあったね。そういえばこの部屋の目の前に白い扉があったわね。ということは鍵さえ見つければ脱出できるってことね。残念だがそれも無理なんだよ。出口は複数あるんだが、あの出口は私にしか使うことができないんだよ。理由は鍵を手に入れたら確かめてみるといい。それじゃあ肝心の鍵はどこにあるんですか？教えてあげたいが、これは言うべきではないな。もちろん危険だということもあるが、理由はどうあれデスゲームに参加している以上は私たちは本来出会うべきではないはずなんだ。そもそも部屋はデスゲームには関係なく見つけること自体ができないものなんだよ。ああ、この部屋が。はあ、わかりました。理由はどうあれ自分たちで参加したゲームです。助けてもらっただけでも感謝しています。最後に一つ教えてくれませんか？ロレンさんはせっかく生還できたのに、こんな危険な屋敷に戻ってまで何をするためにここにいるんですか？今はその質問に答えてあげるわけにはいかないんだ。だが君たちがもしも出口の鍵を見つけることができたなら教えてあげよう。デスゲームについてはこれ以上詳しくは答えてあげられないが、こんなに無防備で若い者たちをみすみす死なせるのも忍びない。特別にこの部屋を貸そう。疲れた時はいつでもこの部屋で休むといい。それからこれは本来タブーなんだが、君たちのような若者がこの屋敷で生き抜くにはあまりにも条件が厳しすぎる。だから一つだけ有力なヒントを与えよう。一度しか言わないからよく聞いてくれ。出口の鍵は4個一緒に常に移動している。それではこれからの無事を祈っている。4個一緒に常に移動している。体の手当てから有力な情報までいろいろとありがとうございます。鍵が見つかったらここに来ます。それではじゃあ鍵が見つかったらここに来たらいいのね。へー、常に移動してるってなんかすごい嫌な想像が、すごい嫌な想像が頭をよぎったよ。まさかと思うがね、まさかと思うが、あいつか、あいつだよな。黒マントだよな。動いてるといえば、あいつから取り返す的なそういう感じ。はい、このレバーは何の意味があるんだ。向こうにも白い扉があったからちょっと確認しに行こう。ここにもある。いつか開くの？ない。これは上に戻れるようになったっていうだけかな、ぽいですな。ということで戻りましょう。あ、でも戻っても鍵も何も手に入れてないんだけど。え、こっち開いてるとか？どう？お願い。どうしよう。上に戻ってもあれだよね。これ押してみるか。レバーをあれしたことによって罠が、あー、やっぱり罠は罠でした。カット。とりあえず戻ったらいいのかな。はい、戻ったはいいが鍵も何もないぞ。どうしたらいいんだ。え、もう一回なんとかさん、ドレンさん、いけちゃう。ボタンの間。じゃあ行きましょう。はい、何？可愛らしいぬいぐるみがあるぞ。可愛らしいぬいぐるみがあるぞ。可愛らしいぬいぐるみがあるぞ。
え、待て、どこかで扉が開いたようだ。あの、合ってる？じゃあ、あの、他の押してみてもいいですか？ちょっとセーブして、はい、ちょっとじゃあ他の押します。はい、押しますか？はいとかなく押すんだね、勝手に。しまった、入り口がロックされてしまった。これは？あ、ガス。これは？これもガス。これは？なんだ？ボタンの内側の回路に変化があったような音がした。え？よくわかんない。これは？ボタンの内の回路に変化があったような。よくわかんない。はい。ダメだ、もう動けない。あのボタンの内側の回路に変、なんか動きがあったっていうのは押してでいいのかな。押しときますか、一応。はい、ここと、え、先ほど開いた扉が閉まったような気がする。あれ、特に何も起こらないぞ。他のボタン押してみるか。これはどこかで扉が開いたようだ。ガス出る。しばらくこの部屋に入るのはやめよう。あー、この秒数入らなければいいのかな。はい、次はじゃあこれ、眠りの間いきます。甘くていい匂いがする。中にまだ何も入ってない、入ってない。中に小型のバッテリーが入ってる。持っていこう、小型バッテリーを。マジでどうしたらいい。ここ、食べかけのメロンパンが入ってる。見なかったことにしよう。他には何も入ってないんだ。あ、3つ調べたら意識が遠のいちゃうので、あの棚だけ、あの棚めがけていってそこを出ればいいのかな。はい、じゃあそういう風にやってみたいと思います。甘くていい匂いがする。だし、走れ、ここね。はい、出る、急げ。 OK、 よし、これで眠りの間は OK。 応接室は、あ待って、これ、あ、特になんもない。あ、2つあるよ、パソコンが。情報、ここからのヒントです。マジですか、意地悪。ということで次はここ、なんだ、重力の馬。またなんか、なんだなんだ、体がすごく重い。なんだなんだ、さらに重くなった。あ、で、これを押したらいいんじゃない。待って待って、頑張れ、頑張って。棚の方から鍵が開いた、音がし、やばい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 、限界に近い。ちょっと一回出た方がいい。一回出るか、一回出よう。やばいやばいやばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。鍵は開いたんだから、お願いお願い、間に合って間に合って。マジで戻るんですか。あー、そうなの。うん、だ、やばいやばいやばい。あ、待って、ちょっと待って、もう鍵が開いてるからしなくていいんだ。もう直行で、直行で目指せばいいのかな。はい、急げ急げ。中に懐中電灯が持ってる。やったやった、懐中電灯。ああ、重くなった重くなった重くなった。頑張れ、だだだ、
もうちょっとよ。はい。オッケー。死なずになんとかできました。ああ、やった。では次は？いや、なんかサクサクじゃない？結構。あれのは、前回、めっちゃ怖いと思ってた。怖い。絶対やばいっしょ。何も入ってないなのに。なのに何も入ってない。怖いよ。いつ針が出てくるの？棚の中にサングラスが入ってるぞ。持っていこう。サングラスを手に入れた。怖い怖い怖い。針の的に。いて！怖い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 。もうなんもないの？怖い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 。怖い怖い怖い。オッケー。針の間、意外と大丈夫でしたね。あの、針地獄的なものを想像してたから、生、優しいものでしたね。はい。では、ん？全部いったんじゃない？これで。全部いったよね。ボタンの間の他をしてみるか。え？このぬいぐるみの台の前に小さなボタンがついてるぞ、マジで。はい。死んじゃった。もう、ぬいぐるみ、激しいよ。はい。じゃ、次はじゃあ、この子。はい。あれ？え、待って。ロック。あ、待って。やばい。ガス、ロック、ガス、ロック、ガス。ロック、ガス、ロック、ガス、ロック、ガス。ロック、ガス。やばい。もう死ぬ。開いて、扉。なんか、なんかまだボタンのところ何かあるような気がするんだよな。どうしよっかな。今回ここで終わっとくか。これで一応部屋は全部回り終えたよね。眠りの間も終わったし。さあ、もう一回下に降りてみるか。あのクマさん、やっぱり何かある気がするんだよな。ちょっともう一回だけ調べさせてください。適当に。あ、これはガス。ちょっとガスはまずいな。じゃあその間、ちょっと下の階でも調べに行きますか。これが出口なんですね。はい。上はいつ行けるようになるんだろう。ボタンの間で何か押したから、ここら辺が開いてる。え？あ、懐中、ちょっと待って。よいしょ。懐中電灯を使う。怖い。これまさかさ、黒マント追ってくるとか言わないよね。え、押しますか？本棚の裏に、裏の壁にカードが付けられているぞ。何かに使う。あ、メモリーカード？なんだ？あ、え、ちょ、あ、待って。他にまだ道があるんだね。これ絶対迷子になる。自信が、プンプン丸なんだけど、どうしよう。あ、もうこっち行けない。そうですか。こっちは、絶対なんか黒マントいそう。やだ。やだ。あ、なんかある。これは？何かこれが？はい。あ、やった！明るくなった。いろんな本が並んでる。特に面白そうな本はないなと。ここなんかいないよ。ポスターかよ！びっくりした。よく見たら黒マントのポスターじゃないか。ちょっと。
え、よく見ると棚の横に木の板がある。持ってきます。はい、木の板を手に入れた。これめちゃくちゃびっくりしたんだけど。もしよ、じゃあ今回はじゃあここで終わっときます。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。